AI テ,ーー AI テクスチャージェネレーターとは Unity エディターで p l ト t o n のテクスチャーを OpenAI の API を用いて作成するスクリプトなどをまとめた Unity パッケージのことです。こちらの GitHub にあります。 使用方法ですまず Unity でプラトーの 3D モデルを読み込みます。テクスチャーを反映したいモデルを選択し AI とタグ付けしてください。先ほどの Unity パッケージをインポートしプレハブをヒエラルキーウィンドウまたはシーンにアタッチしてください。 プレハブのインスペクターウィンドウには2つスクリプトがあります。建物のテクスチャーを作成するスクリプトとスカイボックスを作成するスクリプトです。OpenAI の API キーや AI のプロンプトなどを入力してジェネレートボタンをクリックしてください。すると AI とタグ付けしたモデルのテクスチャーに反映されます。スカイボックスも反映されます。 続きまして、生成例を紹介いたします。こちらは、プロンプトが、ストーンとオーシャンです。建物とスカイボックスともにポップアート。建物がラブ、スカイボックスがピース。建物ウッド、スカイボックスサンセット。建物がプラトー、スカイボックスがアワード。 なぜこんなになるかわかりませんが AI から見たらこうらしいです。ということでありがとうございました。AI テクスチャージェネレーターは右下の GitHub にありますのでぜひご利用ください。